ほら見て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 、ほら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 、めっちゃチューしてる、めっちゃぶちゅういってる、めっちゃぶちゅういってる。あ、やべえやべえ、親衛隊だ。あ、やべえ、やべえ、結婚式の、結婚式やってる最中のこれ、これ観客だ、観客じゃねえや、結婚式で観客なんて言わねえよ。なんだ結婚式の観客って。割って入るぞ。こういう175の体力3360。あー、お幸せに、お幸せに。よかったねー、旦那さんクソザコで。よかったねー、旦那さんがクソザコで、であの夫婦助かったら離婚しなくて済んだわ。あれで旦那さん言うのだったら俺、あの意地でも奪いに行ってたよ。ちょっと邪魔でシーラガース見えねえだろお前。あー、ダメだ、メスだ、女か。あ、待って、なんだあれ。おお、待って、いた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 。ねえ、なんで今日渦潮にこんなハマんの。ハマりすぎだろ渦潮に。俺のこと好きかよ渦潮。俺は嫌いだよ君のこと。170の2280、帰れ。そば食うじゃねえ、そば低捨て男じゃねえかよ、食うじゃねえよ。うわっ、珍しい、アルファリードジクティスじゃん。珍しい、ジェネシス で久しぶりに見たんだけど。うわ、すげえ珍しいんだけど、ジェネシスのみでアルファリードジクティスなんか久しぶりに見たよこれ。てか2回目くらいじゃねえか多分。んー、ちょっと待って、なんか良さげなアルフ モサいるじゃねえか。痛い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 。結構えげつない海域だったこれ。え、あり、ちょっと待って、235だって。ちょっと待って、メレーなんだった今。 235? ちょっと待って、え、アリじゃね思ったんだけど。え、ちょっと待って、ごめん、メレーを見てなかった。メレー235ってアリじゃね。いた、メガロドンもいたぞ。いたいたいた。いや待って、殺されちゃう、カルボニムスに殺されちゃう。待って、やめて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 、ちょっと待って、いたよメガロドン。メレー235だ、メレー235、メレー235のメガロドンがいる。待って待って、お前らふざけんじゃねえ、死ね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 、クソガメども、お前死んどけクソガメども、お前らに未来はないわ。そう、さあ、さあ、それを食べるのです。よしよしよし、回復したろ、回復した回復した、よしよしよし。ちなみにさ、君どう。いいもん揃ってやがんなお前ら。なんだこの海域にはめちゃめちゃいいものが揃っておるぞ。メガロドンだったら多分罠なしでもいけるはず。ここで仕留めるわ。シーラカンス攻め防げ、お前ふざけんなシーラカンス、お前あいつ防ぎやがった。ちょっと筋肉でやるか。ちょっとバシロには申し訳ないが筋肉でや、あのちょっとやるわ。ちょっと申し訳ないが筋肉でやらせてくれ。バシロね、体力3万5000あるから、3万5000、そんじょそこらのバシロなんかよりもよっぽど硬い。めちゃめちゃ綺麗だぞこれ、群青色じゃん、群青色、ほら群青色だよ。怖え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 怖いんだけど、ジェネシスの海だとこれができるからいいよね。泳ぎながら泳いで、なおかつメガルドンより速いから、俺の方がこれができるからいいよね。実際だったら絶対やりたくないな、こんなの。実際の海でさ、ホウジロザメ相手にこんなことやりたくないよね、絶対。心臓止まるわ。心臓止まるわ。サメよけの檻入ってても絶対やりたくねえ、俺これ。こんな。あ、でもちょっとやってみて。サメよけの檻あるんだったらちょっとやってみたいな。あの、シャークウォッチングっていうやつ。ちょっとやってみたい感はある。これ一発打ち込んだら、ちょっと、もう多分寝るでしょ。待ってみよう。多分これでもう寝るはず。ほら寝た、やっぱり。オッケー。オッケーオッケー。テイム成功。
おっしゃあ、真っ青なオスのメガロドンじゃん。メレーが 339.8 か。伸びきらなかったか。いや、まあ、とか、まあ、元が135レベだから、339.8 ぐらいになっちゃうか。そりゃそうだな。350いってほしかったな。350だとね、ブリーディングしたときに多分400超えるんだよ。これギリギリ400超えないな、多分。ごめん、ちょっと待って、一つ、ごめん、そういえば思ったんだけど。忘れてた。俺、メスのメガロドンメレー個体じゃん。あれだ。テイムする場所ちょっとクソすぎねえか思ったんだけど。デコボコすぎない？デイライトをテイムしたときはめっちゃ場所平坦だったんだよな。ちょっとボコボコすぎないか。ここら辺がいいかな。あーもういいよ。もういいよ。もういいよ君たち。あ、やべ。ちょっと待って。俺のことを襲いに来たモササウルスが俺のことを襲いに来たモササウルスが泡にさらわれてったんだけどかわいそう。やべえ。でもこれちょっとここを開けないと。すまんなんもないと。すまんなんもないと。あといらないと思うけど単純いる？来るよね。ガチギレフェロモンかかっちゃってるから来るよね。まあまあいいやいいや。ちょっとどうせこのダンクルも邪魔だし、倒しといて損はねえわ。ここら辺一掃しよう。ここら辺はフォーメーションを寸断する。さあ行きましょう。ちょうどバシロは出れるはず。ここからこの辺からバシロが出れるはず。よしよし出れるね。バシロはいや、モサ大丈夫。絶対襲ってくる。さっきだってここで襲われたんだもん。さっきここで襲われたから絶対引っかかる。ん？どういう着方？え、待って、お前？あ、なんか色違くない？君なんか写真と顔違くない？大丈夫？あ、君だわ。235レベ。オッケー。235レベじゃねえ。間違えた。235レベのモササウルスとか一発でテイムだわ、そんな。235レベのモササウルステイムさせてくれるんだったら、そんな嬉しいことないよ。めっちゃ欲しいよ、そんなん。バニラ出てきたら。この泡吹く邪魔だな。え、出れない。それ。あれ、引っかかってない。マジ？あれ、いや、君、違う。話が違う。345だってダメージでかすぎ。勝てえ。345ちょっとやめて。勝てえじゃねえよ。でけえんだよお前。ちょっと待って、待って、これをここにセットしておかないと。ナイス。泡吹くナイス。お前神の泡来た。神の泡、ほら、ゴッドバブル来た。ゴッドバブル、え、マジで泡が助けてくれたんだけど。あいつ足止めしてくれたぞ。ゴッドバブルやるやんけお前。いや、ゴッドバブル来た。ゴッドバブル、え、あ、レギュラークリー、あ、来た。寝たやったぜ。やったーい！よっしゃー！テイム終わったー！やったーい！返せ。381だって命令！いいんじゃない？悪くないよ！ 381 だって！あともう2、3ポイント振られてれば、400いってたっていう数字。さあ、見えてきましたよ。3、2、1。ゴー。ちょっと待って。ちょっと待って。え？何色これ？え？なんだこれ？灰色か？
あーこれやっぱりそうだ、黒寄りの灰色なんだこの子。ほらすごい。で、あのほのかに赤みがかってるとか桜色がかってる、ちょっとオレンジっぽさが入ってる感じなのかな。オレンジかこれ。あ、オレンジだわ。あーやっぱり違うんだこれ。白と藍色が入ってる。ほら白と藍色が入ってて赤と桜色であれアクセントつけてるんだこの子は。強い強い。この時点で380出てる。この時点で380出してくれてる。いやー勝てぞ俺。勝て X モサだから全然通らねえ。メガロドンいねえか。メガロドン、あのジェネシスのバフがかかってるっていう、まあちょっとそういう補正は入っちゃってるんだけど、もう別にジェネシスでしか使わないわけだからもう全然 OK なわけですよこれ。でブリーディングしたら絶対400超えるから、これやばい。ブルーレックスみたいなステータス出来上がるかもしんねえぞこれ。火力低下効かねえ。火力低下なんか効かない。最高かよこれ。うわ夜、ほらもう見てこれ、このほらこの光り方、桜色だよ桜色。いやもう全然問題じゃない。最高じゃんこれ。しかもさ、これ何がいいってさ、これ見てこれ、桜なんだけどさ、この背びれはオレンジなんだよ。オレンジに光ってんだよ。桜とモミジですよ。桜とモミジですぜこれ。最高だろこれ。どうよメガロドン。メガロドン、ああまあまあまあ、あ君もよくやるんじゃない。あ待って、君ちょっと強そうだな。あちょっと強そうだな。いや野生さんでここまで出せてるんだったらマジでいいぞこれ。さっきのまあブリーディングのバシロサウルスに比べるとちょっと火力落ちてるけど、いやだってメレー550ぐらい上げてるバシロサウルスとほぼ同等の火力出せてるんだけど。そうだろ、この時点でこの野生でテイムした時点でもうすでにさっきのブリバシロに匹敵してる。はい、というわけで、メガロドンを狙っていたらですね、こんないい子がテイムできましたよと、メレー個体でイベからの X マササウルス。最高だろ、マジで、これ。初期メレー380超えだからね。いやー、まさかこんなものがテイムできると思わなかった、俺。しかも寄り道だからね。寄り道でこれゲットしたからね。すげー嬉しい、本当に。いやー、ゆくゆくはね、オスのなんか体力個体の X マサとかテイムできればね、いいブリーディングできそうなんだけど、まあモササウルス自体が割と体力高めだからそこまで厳密にやんなくてもいいかもしんないね。うん、ただやっぱりちょっと目標としては14000後半から15000ぐらいの、まあ、体力個体のオスのモササウルステームできればいいなとは思ってる。それ狙っていきましょう。はい、というわけで今回はここまでということで、ちょっとしばらくはこの子をね活躍できるようにしていきたいなということで、ご視聴ありがとうございました。ではさようなら。いやーいいね、なんかこの灰色が映えるよね、水の中に。綺麗だ、ほんと。